椅子に腰掛けます。足を少し前に出し、かかとを床につけたままつま先をできる限り持ち上げます。地面からつま先を浮かせるように行います。回数はそれぞれ10回を2セット行ってみてください。この運動プログラムは2018年に村上花林堂病院の北野先生が報告したものです。当院も多施設共同研究として参加し、ALS の進行の抑制が示唆されております。